もしもし、聞こえてるそう、ならよかった。普段あんまり電話しないから、その、緊張しちゃって。い、今大丈夫だった。だよね。だから電話に出てるんだもんね。えっと、 恋愛相談なんだけど、いいう <laughs> うん。ありがとう。相談相手が違うううん。違わない。合ってる。だから、こうして電話してるんだよ。え誰かはまだ内緒。 <laughs> もしかすると分かっちゃうかもしれないけどどんな人かか優しい人だよどういう風にって聞かれると難しいんだけど例えばうーんうーん たとえば、ない。<laughs> ごめん、全然思い浮かばなくて。思いついたら言うね。けど、何かあったら声をかけてくれる。真っ先に。その、キュンってする。今、 私はすごく恥ずかしいことを言ってしまった気がする。このまま続けて大丈夫も,も、もしかすると、私の方が大丈夫じゃないかもしれない。そっちが大丈夫ならいいけど。じゃあ、続けるね。うん。優しいんだけど。 なぜかぼっち気味なんだよね。とっつきにくいのかな私は全然そんな風に思わないんだけど。クラスの中心で騒がしいってタイプよりは、どちらかというと、端にいるタイプだからかも。友達は少ない。うん。これは断言できる。 広く浅くっていう交友関係ではないみたい。私もそっち側だから、なんか安心する。女子の友達もほぼいなさそうだから、私からするといろいろと安心、かな、なんて。優しいんだって、私が 今エピソードをうまく思い出せないだけでそのキュンとさせてくるんだからその人は意外と身近にいるかもね同じクラスかもしれないし同じ学年かもしれないし部活が同じなのかもしれないしえヒントはなし ないったらないの。それだけじゃアドバイスできない。う、は、ん、あ。見た目は、爽やか系、イケメン。うん。イケメンかも。けど、私がそう思っているだけで。 他の人がどう思っているかはわからないよ。好みの顔ってあるでしょ他の人が微妙って思ってても、私にはストライクかもだし。逆も多分あると思うし。外見の好みは人それぞれだから、ここを聞いてもあまり参考にはならないと思うよ。逆、逆にどういう子が好き 同性男子は、みんなおっぱい大きい子なんでしょいいえ、偏見じゃないですきちんと調べてます。え大きさは気にしないのそ、そっか。そっか。ふふふ。い、いいんだ。 じゃあ、ちっちゃくてもってどうして私が聞いてるの相談しているのはこっちなのにおはん私はどうしたらいいと思う告れってえそんなのむむり無理,無理私にそんな勇気ないからせめて もうちょっと段階を踏んでからじゃないと他の案をお願いしますデートはまだ行ったことないよ連絡先知ってるんだから誘えって言われても相応の覚悟がいるんだからも、もしだけど私とデートするならどこに行きたい もし、だから、もし、深い意味はないから、深い意味はないから。それで、どこに行きたい映画館、いいね、それ。見終わった後、感想を言いたい。つまらなくても、つまんなかったねって言い合えると思うから。 <laughs> 楽しそうだねうんきっと楽しいよちちなみになんだけどそっちはデートしたことあるないないんだああ、そうなんだいつかできるといいね デートデートならどこに行きたい私それは相手の行きたいところかなだってどこに行くかじゃなくて誰と行くかだと思うから好きな人とならどこに行っても楽しいと思うよ。 うまく相談に乗れてるかって。大丈夫だよ。うん。気にしないで。私もうまく相談できているかわからないし。じゃあ、お互い様ってことで。ね。じゃあ、今日は遅くまで付き合ってくれてありがとう。またね。 お母さん、パジャマどこん置いてないけどああったお風呂、お風呂ろえっあっき切れてないあももしもしき聞,聞いてた 忘れて今のはよよく聞こえなかったそっかそれならいい <laughs> 心臓に悪いうん <laughs> じゃあ改めて今日はありがとうまたねうん 切っていいよ。え、私から切るのそれはなんか寂しいから切って切ってよこういうのってかけた方が切るんじゃなかったっけあれ超私だ <laughs> 何してるんだろうまた明日学校でね おやすみなさい。